お疲れ様です、なみさん。あの、新潟の方ではね、随分と雪の害があるそうで、え、熟成さん何人かいらっしゃるんですけども、やっぱ画像付きで、もしくは動画付きでですね、まあ様々な現状が送られてきますね。まあでも雪景色っていうのは、どなたの画像を見ても、まあ同じようなものに見えるんですよね。しかもね、あれだけ積もったり吹雪いたりすると、まあ本当になんか雪国だなっていう感じがします。今回はですね、あの、ガンシリーズですよね。私今年の春ね、 がん、まあの疑いがあったんで、まあ自己診断をしたりとか、まあ塾生さんにドクターが何人かいらっしゃるんで、そういろいろとやり取りをさせてもらったんですけども、まあ結構その疑いがあるということで、割とね、ビビりながら過ごしていたんですよね。で、実際に診断行くと、1回では分からないらしいんですけどもあの、その時は何もなかったんですよ。で、やっぱり自己診断をそれから繰り返すと、結構ね、危なっかしいわけなんですよね。で、まあそのことを今日は言いたいわけじゃなくて、うーん、その自己診断に、 まあ結構ね前向きな病院とサイトがあってですね、まあ、そこではさまざまながんに対して自己診断をしてその結果どういうふにすればいいのかっていうことが分かってくるっていうね、まあ、そういうふうなね、うん、なんかお役立ちサイトなんですよねえっ、ー、とねここがねイムス総合サービスセンターっていいまして、まあ、動画概要欄に貼っておきますけども自己診断が簡単にできるというね結構優れものなんですよ、まあ、その代わりビビりますよこれ出ると 全部当たってるじゃんみたいになったりとかね。時期によって変わるんですよね。うん。やっぱりこう、健康状態って、その、いい時も悪い時もあるんで、いい時に、その、兆候が出てない時に、まあ、診断するとかね、診察を受けると、まあ、何も出てこないわけなんですよ。でも、こう、悪い時とか、いろいろ重なった時にやると、あ、やべえんじゃないかな、みたいなことがあったりとかして、だから定期的に受けていくことが大事ですらしいですよね。で、私がこう、まあ、病院に行って、実際、 えーまあ、精密検査を受けさせてもらった時にねその時は何もなかったんですけどもまあでも、まあ、こういう事情を話したらね3ヶ月経ったら来なさいとか言って6月に行く予定だったんですけど未だに行ってないんでね <laughs>。 うんなんか腹に爆弾抱えたままいくようなのを感じるんですけども、まあ、何もなければね本当にいいんですけどもなんかもしかしたらなってんじゃないかなと思うだけでもちょっと気持ち悪いものがありますね。まあ、ということで今日はナミさんががんシリーズをやってくださってるんで私免疫はある方なんですけども、まあ、免疫に勝る、まあ、そういったねがん細胞があればそれは、まあ、がんになってしまうということらしいですしそれからねマイケル・ジャクソンはねある時あのがんに。 慰問に行ってですね「もうがんをやっつけるイメージをするんだ!」ってからねすごく励ましてるところがあってまあその少年はもう頭も抜けてしまって本当に衰弱してうんベッドで寝たきりになってる状態のほんと末期の末期だったんですけどね最後の最後までああやって歌でそして言葉で魂でね命を励ますマイケルの姿を今でも思い出しますね。 あのマイケル・ジョンソンが亡くなっちゃったら本当にね、悔しいっていうか惜しいっていうかね、あのまままだ生きていてくれれば素晴らしい曲をたくさん出してくれたんではないかなと、そして多くの人の魂を救ってくれたんではないかなと思いますねうん。だからなんかこう、病から人を救うのって思いなのかもしれないですね。そう思ったらね。まあもちろん思いだけではダメでね、科学が必要だったりとか、あとまあなんかね、神様が 決めることですからね生命はね生まれる時も死ぬ時もうん、まあ、私たちはねこの抵抗し難いその生命というものに対してこういろいろと思いを巡らせてるのかもしれないですね、えー、ということでねがんの,の,の自己診断これ結構使えるんでナミさんからも紹介してやってほしいなと思います概要欄に URL を貼ってきますなかなかこれは優れもんですそれじゃ